ノースフェイスのおすすめアイテムをですね、ご紹介していきたいなと思います。僕が日常生活で作っててめちゃくちゃええなっていうのがありますので、おすすめしたいなと思います。今年ノースフェイスでなんかアイテム欲しいって思ってはる方は、とにかくこの6点はまず買ってください。はい、本日はですね、ノースフェイスのおすすめアイテムをですね、ご紹介していきたいなと思います。これはですね、絶対皆さん買ってください。っていうのも、僕が日常生活で作っててめちゃくちゃええなっていうのがありますので、おすすめしたいなと思います。まずは1点目からね、全部紹介したいなと思います。まずはパンツ。このアルパインライトパンツ。これは全人類買ってください。人間である以上、買って損はありません。っていうぐらいおすすめのパンツで、次同じくパンツなんやけど、レッドランパンツ。これも中綿入ってて、冬場の寒い時期の自転車なんかにはめちゃくちゃ重宝するので、それもいい。で、次がですね、ダウンジャケットからは1点だけ、ヌプシで、ヌプシでもゴアテックスバージョンがいいっていうところ。で、次っていうのがグローブね。で、グローブもいろいろ迷ったんですけど、今はこれかなっていうところで、グローブこちらになってます。で、次がですね、やっぱりマウンパ。これはもう何回言ってもいいけども、これマウンテンジャケットね、いいやつ。そして最後がインナーダウン。まあ、こんな順番でね、いきたいなと思いますので、だいたい6点ぐらいですかね、ご紹介していこうかなと思います。まず1点目っていうのは、これはね、オールシーズン入ります、アルパインライトパンツっていうパンツになってまして、もともと登山用で作られてたから、登山の人が履いてるのはもちろんそうなんですけど、見てください。あら、まあなんか綺麗なシルエットなことっていうことで、登山以外でも街中とかでフラーっと出かける時とか、ちょっとこのまま後で来ますけども、アウター着た時とかでも、ちょっとコンビニとか行くにしてはすごい動きやすいんですよ。ですごい動きやすいし、僕動画始めた当初の5年前からこのパンツおすすめですよってずっと言い続けてるんですけど、もうこれに関してはノースフェイスの隠れた名品。意外とみんなアウター行くんやけど、もうとにかくこのパンツいっぱい種類ある中で、アルパインライトパンツだけはちょっと頭一つ抜けてるからっていうところで、皆さんも色違いで買いましたよね。だからこれはおすすめのアイテム1点目ね。で、次2点目おすすめのアイテム何かっていうと、このアルパインライトパンツいいんやけど、ちょっと冬場寒くねっていう人もいてるじゃないですか。わかります、僕も寒がりから。そういう方はこのレッドランパンツ、これまだ出てね、ちょっと名前とかいろいろ変わってますけど、まだ数年しか経ってないんですよ。だから名前のごとくね、レッドランって言うてるぐらいから、実はね、お尻のとこっていうかケツのとこにこういうファスナーがついてて、スマホ入れたりもできるようになってるんですね。ちょっと一回履いてみましょう。はい、と、まあこんな感じで履いてみました。こっから上、膝から上が中綿入ってあるんですよ。だから自転車とかでね、寒いなっていう時なんかは、冬場これ履き出したらマジで他の履けません。さっきのアルパインライトパンツいいやんってなったけど、冬履くじゃないですか。あー、やっぱこっちやなっていうので、もともとランニング用に作られてるから細くて動きやすいのは当然なんですけど、これ僕らはランニングしますよね。してます？ランニング朝から朝の5時からやってるっていう人、もう僕の視聴者さんの中でね、鳥取の人はそんなことをやってる人もいてはったけど、それは意識の高い人とかすごい成果出す人はそんなことするけど、僕ら要素なんできひん。それはもう冬はその中にこもって朝起きるのが嫌なんですよ。でも2度寝もするんですよ。でもなんやったら3度寝もするし、も仕事も行きたくないって思うんやけども、まあ、それでも行かなあかんじゃないですか。で、そういう時なんかはこのパンツね、あったかい。だから車の運転とかでもどうしても上は着込むんやけど、足元寒いなってなった時なんかはこのレッドランパンツがね、非常にいいので、これはですね、まあ、全人類とは言わんけども、南国に住んでる方以外は全員買ってください。だから南国に僕住んでるよ、ハワイに住んでるよっていう方、この動画見ていただいてね、セブ島に住んでるよっていう方は買わなくて OK やけども、それ以外のもう日本国内に住んでるよとか全員買ってくださいっていうぐらい、これはおすすめのパンツ。なぜかというと、そう、洗えるんです。そう、洗濯機で洗えるっていうところがね、非常にいいんですよね。やっぱ洋服によってはね、こうちょっと洗われへんところがね、ちょっとよくわからへんねんなとか、どうやっていいかわからへんな、ご心配なく、レッドランパンツはそのまま洗濯機にぶち込んでください。で、ぶち込んで乾燥までいっちゃって OK です。もうそれで仕上がりで、また汚れたら洗えばいいっていうだけなんで、だからとにかく洗ってください。で、この腰のポケット、先言ってましたね、レッドランやからここにスマホ入れれるんですっていう話はしたけど、使ったことはない、一回も使ったことない。これいるんかなと思ってるけど、まあもともとこれランニング用やからね、必要やったんでしょうっていうことです。で、よく聞かれます、次ダウンジャケットね。今回ヌプシ選んだ理由、なんでヌプシ選んだくぞってことなんですけど、先に言っときますよ、普通のヌプシはおすすめしません。今回このゴアテックスバージョンのヌプシを選んでおります。こちらですね、腕にゴアテックスって書いてますけども、で、これはですね、ちょっと僕サイズちっちゃいんですけど、M サイズになっております。理由は嫁が着たいからっていうことで、嫁が普段着てるので、嫁にちょっとこれ借りていい、あの動画で紹介したから借りていいって言うと、うん、まあまあ貸してあげるわって、まあ僕がお金払ってんねんけども、借りてきました。で、ノースフェイスのダウンジャケットで、もうこれ一気おっしゃいます？これ以外のダウンでおすすめって言われたら、まあもちろん雨の時使いたいとか、天体観測で使いたいっていう方は、僕レンタルとかもしてるんですけど、アンタークティカパーカーっていうね、あのこっちに画像出てますけど、これをレンタルされてオーロラ見に行く方もいらっしゃったりするんですけど、まあ基本的に毎日オーロラ見に行くっていう人少ないじゃないですか。だから日常で使うんやったら、このヌプシのゴアテックスが一番いいんですよ。なんでって、ヌプシではちょっと低スペックというか、ちょっとヌプシではあのチープやなっていうところをしっかり仕上げてきててるのが、このゴアテックスモデルで、多分6万とか7万ぐらいで買えるので、これ非常にコスパいいんですね。で、多少の雨とかやったら全然問題ないし、
いかがですかこの感じ。ダウンジャケットでヌプシのゴアテックス以外ってノンセースでは今ちょっと僕浮かばへんのでね。それこそこの間以前動画にも出ていただいた日本代表の陸上選手の山本聖斗選手いらっしゃると思うんですけどからね連絡があって、どのダウンジャケットがおすすめか教えてほしいっていうのをいただいたんですけど、僕は前押しに言いました、とにかくヌプシのゴアテックスにしてくださいと。で絶対似合う顔してるから、もうとにかく似合うし、今ノンセースのダウンジャケットって言ったらもうこれが多分これしか僕ないと思うんですっておすすめするぐらい、他の人も結構おすすめしてるので、もしね拓造が考えるダウンやって何って言われたらもうこれ一強になってます。それ以外はもう他はもうどんぐりのセイグラブやけど、ちょっとヌプシのゴアテックスだけグッとちょっと頭が出てるような印象かなと思います。で次が何なんかっていうと、とは言いながら手袋ね、手袋も迷いましたね。まあここにねいっぱい手袋あるわけなんですよ。でいろんな手袋あっていろいろ使ったんですけど、今現時点で僕が一番使ってるの何なのと言われると、数年前まではこのね風を通さへんっていうウィンドストッパーのグローブを使ってて、でこれでちょっと寒いなってことになって、次が一昨年ぐらいこのヌプシのグローブ使ってたんです。ここ中綿入ってるんですよ。まあこれもちろん黒もありますけどね、中綿あこれいいやんって言って使ってて、で昨年はさっきパンツで紹介したレッドランシリーズのグローブがあったんですよ。でこれも中綿入ってるんですよ。でこれもいいなっていうことで結局今ここに落ち着いてます。だからレッドランシリーズがパンツもさけどここも着てて、実はアウターでもレッドランで良さそうなあったんやけど、まだそれ変えてないので、今回はこのね、グローブはちょっとレッドランでいこうかななんて思ってます。これも洗えますしね。でね洗っていくとね、ウィンドチップなんかはねここのね指先のとこスマホ対応してるところがねモコモコなってきて反応せんくなるんですよ。ただこのレッドランシリーズはこのレザーっぽい感じにしてるので確か反応したような気がします。あそうですね、やっぱ反応しますね。これねマジでチャリ乗ってる人おすすめ。自転車乗ってたらもう手ほんまなくなってんちゃうかなっていう時ありません？走ってるけどもうあ俺指先にも感覚ないわっていう時あるじゃないですか。そうこれつけといてもらったら結構あったかいんでね、しかもそんな高くないんですよ。でもしよければね動画説明欄下にリンク載せてますので気になった方は見てみてください。で次がですね、まあノンセスといえば、まあ僕はもうずっと言い続けてますけども、このマウンテンジャケット、もう元祖のジャケットね。こっから派生していろんなマウンテンパーカーいっぱい出てきたりしてるけども、もうこれで仕上がってるでしょ。例えばノンセスで言うたらもうこのジャケットがナンバーワンかつオンリーワン、そしてパタゴニアで言ったらレトロ X とかフリース系がもうナンバーワンでオンリーワン、そういう風に各ブランドを代表するアイテムってあるんですけど、それがこれでノーセース言うとこのマウンテンパーカーなんですよ、マウンテンジャケット。そしてですねこの手元、これね実はファスナーの規格がヌプシのやつと一緒なんですよ。だから最悪ジップインジップしようと思ったらね、あれできんか、ちょっとジップインジップはできるかどうか分かりませんけども、規格は一緒かもしれません。これもね全ジュリー買った方がいいパターンですね。だからパンツはアルパインでしょ、あれ1万5000円ぐらいでしょ、でこのマウンテンパーカーは6万円ぐらいでしょ、それ7万5000円でしょ、でグローブが6000円7000円ぐらいかな、7万2000円でしょ、でダウンジャケットが6万か7万か15万ぐらいでしょ、で最後のインナーダウンが2、3万だから20万以内で全部それます。20万とりあえず集めてくれと。皆さんそうでしょ、ゴルフ行くってなったりしたらクラブ買ったりウェア買ったりしたら20万ぐらい結局行くじゃないですか。で釣りするってなってもね、リールやったりルアーやったり船借りたりとかしたら20万ぐらいいるでしょって考えた時に、とにかくこの20万は投資して間違いないということになってます。ちなみにこんだけ喋ってても、いつも言ってますけども、ノンセースさんから1円もいただいておりません。全く1円もいただいてない状態でこんだけペラペラ喋ってておすすめも言っておりますので、いつかノンセースさんにね、振り向いていただける時が来たら嬉しいななんて思ってるんですけど、このマウンテンパーカーとりあえず買ってください。もうこれはずっと過去動画で言い続けてるからここではあんまり口うるさく言いませんけども、これはもう完全に名作のアニメのね北斗の拳のキャラクターとも一緒ですっていう話はしてるので、大体皆さん知ってると思いますけども、そういうことになってます。で最後はねインナーダウンどれしようかなと思って3段にしようか迷ったんですけど、今回ねこのジャケットを選ばさせていただきました。まあ、今年ちょっとリニューアルして出されたっていうモデルになってて、ちょっとテカテカしてるから、まあ人によったらあんま好きじゃないっていう人見てるかもしれんけど、今年ねノースですね、この首元にノースですってロゴ入れたりとか、この辺に登り入れたりしたやつがちょこちょこあるんですよ。だからまあそれはね好みで、あんまりそういうの好きじゃないっていう人は3段の方がいいやろうし、ちょっとマットな感じなんですよ、サンダージャケットっていうのがね。でまあこっちの方がこれ名前忘れたけどもいいよっていう人なんかね、こっちでもいいかなと思うんですけど、これでね分かったかなと思うんですけど、実はこのインナーダウンとこのマウンテンパーカーを合わせて着ることによって、もはや理論上このヌプシ一着と同じような感じになってるんですよ。外がゴアテックスになって風とか雨とか守る、で中にダウンがある、これもそうじゃないですか、外にちゃんと風が守るようになってて中にダウンがある。これ冬は冬でいいとこあるんですよ、これ1着羽織るだけで OK。 ただこういうのって2着羽織るのめんどくさいっていう一面もあるんですけども、逆に言うとこれ
秋から冬場重ね着して春は一着ずつ着れるんですよ。あ、ちょっとあったかなってきたなと思ったらもうこれだけ着るっていう時もあったりとか、いやもっとあったかなってきたっていう時なんかはこれだけ着るみたいなことができるから、夏以外全部着れるっていう素晴らしいこの長期サイクルで着れるんですよ。なのでね、今年農水生なんかアイテム欲しいって思ってはる方はとにかくこの6点はまず買ってください。でこれ買った上でもちょっと悩んでんねんっていう方は個別に相談していただければ、なるほどこういうのあるか、あでもあなたの生活だったらこういうのあるなっていうこともいずれやってみたいななんて思ってますけども、またこれ買ってない状態だったらね、とりあえずこれ買ってくれと、これ買った上で話しましょうというところになってますので、農水生ね、今年なんか1点買いたいなと思ってる方がいらっしゃったら、まあパンツにするのかグローブにするのかアウターにするのか、それともインナーダウンにするのか、まあこの辺でね見てもらったらいいかなということで、本日はですね、農水生のマストバイアイテム6点ぐらいを紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。